エレスティノス三世は、第175代ローマ教皇、ローマ出身。本名を、ジャチンとボボーネといい、オルシーニケを祖先に持つ貴族のボボーネ家に生まれた。教皇になる前は、フランス・パリで、神学者、ピエール・アベラールの下で学び、1140年のサンス教会会議で死を弁護したが果たせなかった。1144年に同じく、 アベラールの弟子だった教皇ケレスティヌス2世により、除災数奇教に叙任、以後47年環境校長に務める。アレクサンデル3世の下で、教皇施設として外交に手腕を発揮、アレクサンデル3世と神聖ローマ皇帝フリードリヒ1世の争いや、イングランド王ヘンリー2世とカンタベリー大司教、トマス・ベケットの対立で、妥協的政策を衝動した。レコンキスタにも関わり、 1172年に、ムワヒド町、アミール・アブルヤー・空部、ユース・フイッセイの軍が、植えてを包囲すると、植えて救援に参戦する者に免章を約束、救援軍を集めるカスティーリアをアルフォンソ八世を援助した。1191年3月30日に強皇に、選出された時にはすでに85歳だったと考えられ、除災のままだったため急遽4月13日に除海され、 翌十四日に教皇として、性別、旧友ケレスティノス二世にちなんで、ケレスティノス三世を名乗った。十五日に神聖ローマ皇帝ハインリヒ六世を退官し、その権威を示したが、老齢と恩和な性格が災いして、ハインリヒ六世がシチリアを征服するのを咎めなかった。百九十三年に、イングランド王リチャード一世を無実の罪で投獄したとして、 ハイン・リヒ6世を破門、翌1194年に和解して、リチャード1世の解放に手を貸したが、皇帝のシチリア再征服はとがめないままで、皇帝が十字軍派遣を約束した時は瞬瞬して、怒りを買う有様だった。ハイン・リヒ6世に対しては優柔不断な態度だったが、レコンキスタが進まない、イベリア半島のキリスト教諸国家に、しばしば介入している。 レコンキスタの中心人物であるアルフォンソ8世を一貫して支持。1192年にキリスト教諸国へ急戦を呼びかけ、カスティーリアをアラゴンレオンと和僕させ、西洋ハネ騎師団にムアヒド朝との戦闘を命令したが、一向にカスティーリアとの戦争を止めない、レオン王アルフォンソ9世とナバラ王三ョ七世に警告を発し、1196年には、 アルフォンソ9世を破門して、家臣の復解除を宣言、三朝七世をアルフォンソ八世指示に切り替えさせた。1197年4月には、アルフォンソ9世と戦う者に面賞を与えることまで、宣言、アルフォンソ9世をカスティーリアとの和睦に向かわせて、キリスト教諸国の構想を何とか収めた。またこの時期の年に、アルフォンソ世と、非 テレサの婚姻を無効にする一方、1197年に和睦の一環として行われたアルフォンソ旧世とカスティリアーリャ王女ベレンゲラの再婚には口出ししていない。フランス王フィリップ2世の離婚問題にも介入王から一方的に離婚宣告されたことに憤慨した王妃インゲボルグの訴えを聞き入れ、1196年3月13日にフィリップ2世へ訓告を下し、 インゲボルグが生きている間は別の結婚を認めず、彼女を王妃と認め、アニエスとの別れを進めたが、聞き入れられなかった。ケレスティヌス3世は何度も注意したが事態は変わらず、次の教皇インノケンテウス3世は1199年に、フィリップ2世の破門と、政務停止命令を宣告することになる。1197年に、ハインリヒ六世が死去、後を追うように病気に倒れた。 ケレスティノス3世は死の直前に教皇職を辞し、後継を指名しようとしたが、その案は数奇教たちによって拒否された。翌1九9 8年1月8日に、ローマで亡くなり、インロケンテウス3世が次の教皇に選出、遺体はサンジョバニーンラテラの大聖堂に埋葬された。優柔不断さを歴史家たちに非難されたが、ドイツ騎士団、テンプル騎士団、 西洋派歴騎士団を認可して、ローマ教会に貢献した。キリスト教人名事典、P559P560、ローマックス、P156P157、スチュアート、P130P131、バンソン、P106P107、ABC 新カトリック大事典編纂委員会、P763、AB キリスト教人名事典、 P560AB バンソン P107 スチュアート P131P133 ローマックス P162P165P167 芝 P132P133 西川 P158P159 佐藤 P118P121 スチュアート P133 ありがとうございます